銀河は、旧文部省宇宙科学研究所が中心となって、開発した、日本で3番目の X 線天文衛星である。第11号科学衛星でもある。1987年2月5日、鹿児島県内野浦町にある、鹿児島宇宙空間観測所から、M-3SII ロケット3号機によって、打ち上げられた。1989年12月に、 ソビエト連邦の X 線ガンマ線天文衛星、グラナートが打ち上げられるまで地球周回軌道上で稼働した唯一の X 線天文衛星であった。銀河は高感度の観測機器による X 線天体の精密観測を目的として開発された。そのため日本の科学衛星としては初めて3、軸制御が導入された。1987年2月5日15時30分。 打ち上げに成功し、近地点 506km、遠地点 674km、軌道傾斜角31度の略円軌道に投入された。衛星本体の軌道上チェックがほぼ完了し、2月24日に観測機器が軌道された直後、超新星 1987A が発見されたため、急遽観測体制に入り、機器の構成と並行して、 超新星の観測が行われた。構成は3月に終了した。1991年11月1日、大気圏に突入して消滅した。すべての機器は再突入まで正常に機能した。大面積係数管は銀河の主観測装置であり、X 線天体を高感度で観測するために搭載された。8機の同じ比例係数管を合わせて使い、合計では、 当時最大級である4000平方センチメートルの有効面積を有していた。視野は0.81.7度である。観測できるエネルギー範囲は2から37ケブであるが、電圧を変えることで70ケブまで対応可能であった。エネルギー分解能は5.9ケブで20%である。先代の X 線天文衛星である天馬では高いエネルギー分解能を得るために、 傾向比例係数管を用いたが、銀河では感度を得るために大型化の容易な比例係数管を用い、エネルギー分解能は犠牲にされた。イギリスと共同で開発された。全天モニターはラックよりも広い範囲を対象に、新たな X 線源の発生を監視することができる装置である。検出可能な X 線のエネルギー範囲は1から20ケブである。145度の視野を持ち、 衛星の実験を利用して、1日1回程度、天空の広い範囲を操作する。発見された、X 線申請はラックで精密に観測される。ガンマ線バースト検出器は、ガンマ線バーストに伴う X 線の放射を観測することを目的として搭載された。広い範囲を高い時間分解能とエネルギー分解能で観測するため、X 線源の方向は特定できない仕様になっている。 比例係数間とシンチレーションスペクトル系を併用し、1から500ケブのエネルギー範囲をカバーする。アメリカと共同で開発された。ありがとうございます。